あの K1 のなんかヒロキ、ちょ調子乗ってるやん。ボコボコにしたのかな。まあ、これ俺のチームで呼んでる。ヒロキ。お前俺がやりたいことやんな、同じことかして。すごかった。ガチでやったんだ。ヤンキーって大体このことなめてるんだ。あわやから。めちゃくちゃにしてるとも熱いですね。OK ですか ？OK ですか？はい。よし、やります。レディーファイ！頑張りますね。よし、よし、よし、ラフにラフに力抜いて。自分から、おー、いいね。ちゃんと反応できてるよ。バランスできる。おー、ありがとうございます。おー、ロー、蹴りに合わせて、なるって。また違った緊張感ありますね、この試合は。重量級の戦いやから。重量級の戦いやから。いや、突っ込まないんですよ。え、味方の待ち方、独特すぎでしょ。セキュリティレアじゃないですか。でしょうね。じゃあ、いきます。延長戦いきます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？レディー、はい！よし！よし！ええよ。中から距離を押したらあかん。もう潰すしかないで。行け。その距離あかんね。ああ。切った切った。距離潰して。距離潰して。オーバー目でなくと。もう30切ったよ。そう、そこで。30切ったよ。行かないと勝てないよ。ドローで。ドローでした。はい。これで一生いっぱいっすね。一分けっすね。ちょっとね、決着つけたいっすよね。決着つけたいっすね。おい、帰んの。おいおいおい。こっちのさ、大将さ、やろうよ、俺さ。お、こっちの大将が誰いる？お前やろ。あんた。やりましょう。ガチでやったんでしょ。ヤンキーって大体僕のこと舐めてるんでしょ。
あわやだ。やばい。え？やばい。ちょ、無理や。焦ってるやん。文科生がこんだけ頑張ったから、うん、あの俺もあっちゅなってやったろや言うたったけど、はい、無理にゃん。またやんこれ。また俺がボコられるやん。ちょっとでも印象残るような試合したらいいから。OK。もうガチでやろうほんなら。OK。今からちょっと電話陣とスパーなんですけど、はい、本気で言ってくださいね。あ、わかりました。ムカつくんで。いや、調子乗ってたんで。調子乗ってない。バカらしたってください。カメラマン側的みたいですね。僕こっち側なんで。お願いします。はい、OK です。で、今ちょっとあの撮らせてもらってんけど、うん、あの本気で言ってくださいって言ったらもう余裕でいきます。無理やって。エンタメしやせろって。エンタメさせてきて。レフリー乗らない。今までこれレフリー吐き出してる。あ、レフリーおらんかった。うわ、味方折れへん、一人も。まあ、リングなんかいつだってそうでしょ。いや、いいです、頑張ってください。ひらくさん、頑張ってください。応援します。レフリー、前でしょ。よし。よし。ナイス、ナイス。笑顔ないよ、笑顔ないよ。はい、笑顔ないよ。笑顔ないよ。笑顔奪われてんぞ。はい、そうそうそう、オッケーオッケー、ナイスナイス。家に来て、ガードしてるよ。そう、そこの距離やったらもらうで。そうそう、オッケーオッケー、その距離当たる、当たるよ、お前の距離やから。そう、その距離。聞いた、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 顔見上がってるよ。行け。もう散らして散らして。そう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 。足も使ってローでくるローから組み立てて。ガードしてるよ。そう、もらう距離入ったらあかんで。返せる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 。オッケーオッケー。よし、返せ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 。ダミダミ。はい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 。はい。息苦しい。あ、違う違う。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。爪痕残せよ、爪痕。怖い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 。あの、タイ人みたいに見たいけるよ。そう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 それなしやお前、弱いタイ人の人な。弱いな、お前。弱いや、ラスト人間。情けないぞ。これこれ、ちょっとやりたかったやつ。試合前は、うん、はい、喧嘩したけど。スポーツ大事やからね、これは。ありがとうございます。これ、どっちが勝ったんすか。ジャッジ。まんべん。 OK、ありがとうございました。ありがとうございました。強いな、めっちゃ勢いがちゃうし、うん、あからさまに強かったな。あからさまにやばいっすね。でもなんか普通にうまかったっすね。あ、はい、褒められて。これでも全然強かった。こんだけボコられたの。あれしかない。全然めっちゃうまかったから。今気持ち悪い。この顔ご覧ください。ヤンキーの冷たい目。いや、いい人やったね。めちゃくちゃめちゃくちゃいい人やった。最初正直結構ヤンキーヤンキーしてるからね、動画で、うん、ほん、あ、そんな感じなんやなと思って行ったんですけど。でもやっぱりね、結局あのヤンキーって優しいんっしょ。そうですね、やっぱり格闘家の人優しい。優しい、うん、みんな直なあかん点がいっぱいあったわ。すごいよな、うん、器の大きさがすごい出てたから。デモジなんか細かいじゃないですか、性格が。もうやめろ、ねちっこい性格で。あれでももう途中でこう器の大きさがもうすごすぎて、どっちを応援するかってなった時にヒロキやなって。お疲れ様です。ヒロキ嫁さん、そうだ。また
あのよろしくな。次あのまた関西大会っていうのがあるらしくて、うん、和歌山の喧嘩自慢と滋賀の喧嘩自慢と大阪の喧嘩自慢と神戸と奈良で、はい、するのがまた明後日かな、明後日かにあるらしいんで、それをまたチーム編成ちょっとね、編成してちょっとやっていかなかなと思って、その時またカメラ回してちょっと回させてもらおうかなと思ってるんで、いやよかったですね、お前またちょっと優しくなりましょう、強い男こそやっぱ優しくならんと、しゃあやで、うん、お前の拳はこの拳は人を傷つけれることもできるから、うん、俺はだから優しい、お前は狂気を持ってない、俺は優しいやん、お前やひろきさんのチャンネル入れてもらいます、僕やめろ俺一人で何しろんねんうれぇ変化人始まってるらしいな、両足のない奴らがめちゃめちゃ集まってました、全員ボコっていいですか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 、